いや、麦ちゃん、今日はなんか昨日試合だったけど、ね、ヒロゼロでーす。ヒロゼロで、ヒロゼロなんですけど、ちょっとなんか貧血っぽいんですよね、今日。貧血なんでやねん。え、なんかちょっと来てるんで、やっぱ社会人、栄養も大事だから、はい。いやー、こんな暑いっすけどね、このメンバーでね、走れるのいいっすよね。撮影しているケンちゃんを撮る。撮影がうるさいな、これ。走るから、俺今撮って、走るから走るから。シグナル、シグナル、なんですかそれ。5月29日に北海道でもありますね。いい走りできたら。エニミ300頑張ろう。じゃあ私後ろから撮ります。どうすかね、今日の白子の調子は。ドスンドスンって音がしましたね。12秒5ぐらいですね。いや、さすがそれは甘く見すぎじゃないですか。12秒9ぐらいまで。陸上そんな甘くないですから。かわいそう。ケンちゃん、無言と走るの久々じゃないですか。だろう、勝った覚えしかないですね。そうだっけ、ほんと一回引き受けあったんですけど、基本勝った覚えしかないです、まあね、進化した方がいいな。そうね、対決は大体負けるんですけど。確かに。グーグーさんには勝ったこと覚えてないです、うん、2人ともね、昨日試合だったんだね。ないらしいんですよね。11秒前半が2人いて、あと60秒あと1人いれば関東行けるかもってところらしいんで、おじいさん宣伝しておきます、一応。いや、なんかね、しなくていいって。しなくていい。別に、ね、おじいさんチーム増えなくていいって。メンバー増えなくていいらしい。どうしてもって人は連絡しちゃって、なんかあるかもしれない。そしたら多分、原水さんの人事で蹴られるから、ね。そうそうそう。厳しいよ。機嫌を取らなきゃいけない。なるほどね。どう出しているか分からない。これが社会人陸上だって。やるか。もう無理するんだよ。やるか。明日は練習できないんだから。そうね、週1か2しかできないんだから。ダメージ増やしてもらえ。人打ちでもいいっすね。来てほしい。いや、いい練習でしたよ、今日は。
いや疲れてくるとね、本領発揮なんで、俺の。これマジで来週さタイム出やすい競技なのかな。あ、マジか。で風も多分追いますかね。追うから追ったらもう去年ね、追い風で走ればもう、うん、ことごとくね日本記録付近をマークした。この僕もね去年大井さんだけどシーズンベスト出したの、そこの競技場なのよ。なるほど、うん、だから全然僕は走れないけど出ます。え、北さんでも痛くはないですもんね。今は痛くない。この後ハリー行くわ。痛くなければじゃあ出て、うん、出る。しっかりね、うん、エースとして頑張りますよ。いや、あの親父たちに負けられないっす。まあ僕も親父だけどね。負けられないっすね。うん、ムケタもそう思うでしょ。このおっさんたち、ムケタよりほら一回り以上上ですから、まあ、大人のスキルがあるんで、うん、ちょっとまだ立ち打ちできないいや楽しかったっすね、今日は。シダパンも来たし。あ、そうです、久しぶりに会えてね、うん、シダパンに会いに来ましたからねシダパン走ってた。あ、走ってました。走ってた。あんま見なかった。いじられてました。いや、まあ、まあ彼がいるとムードがいいですね。いいっすね。楽しかった。素晴らしかった。うん。よし、じゃあ頑張りましょう。頑張ろう。